こんばんは、ボディチューニング専門家の北川です。本日はナイトルーティーンということで、夕方からお休み前におすすめの、ルーティーンになっています。で、睡眠力が向上して疲労回復力がアップします。また、翌日に疲れが残りづらくなる、筋肉の張りが軽減されることと、身体能力の向上の補助の効果があります。これは肩甲骨、骨盤、股関節、脊柱の機能が、向上するところにあります。そして、リズム運動、リズムに、乗って動いていくことで、リラックス効果が促進されています。2つの曲がナイトルーティーンにもありますが、もうこれ2つともやってもらっても大丈夫ですし、1つだけ、しっかり、やっていただく形でも大丈夫です。取り組んでみてください。レッツスタート。手首をブラブラして肩肘をリラックスしましょう。息を深く吐いて、はい、一歩踏み出します。踏み出した際に手を上に上げて、後ろでブンブン上に振り上げて、手首をリラックスして、はい、手をついて片方の手を上に上げます。体の軸を意識して背中をひねります。反対に入れ替えます。呼吸を深くして足を入れ替えます。またひねっていきます。体が一直線になるように、はい、手を入れ替えて、足を揃えてお尻を上げます。少し振動を入れながら、はい、続いて体の重心を前に移動させていきます。骨盤から体重を前に持っていくように、ゆっくりとお尻を持ち上げて、体全身をしっかりストレッチします。お疲れ様でした。手首をリラックスして肩肘の力を抜いて、腕を横に上げていきます。前回し、後ろ回し、鎖骨の付け根から大きく回していきます。左右互い違いになるようにひねっていきます。首周りをしっかりリラックスして、肩甲骨が大きく動くように、スピードアップ、足を肩幅の2倍開いて上下に座っていきます。深く腰を落として、太もも外に押しながら、手も外側に回旋させて、指先を合わせて脇に力を入れながら体を起こしていきます。手を腰に当てて、膝で肘を内側に押してください。反対側、両手を腰に当てて、両方の太ももで腕を内側に絞っていきます。足を大きく開いて伸脚して三角のポーズ。後ろ側の腰がしっかり地面に近づくように、反対側、まずまっすぐ軸を意識して腰を落としていきましょう。少しリズミカルに振動を入れて、はい、ゆっくりと戻して、お疲れ様でした。